ということで、まあ私事ですが、ついに iPhone 15 Pro 購入しました。で、今まで12 Pro 使ってたんですけど、あれシネマティックモードとかないんですよ。で、画質もちょっとやっぱプロに15 Pro に比べると劣るんですよね。で、あと容量が今まで 256GB だったんですけど、もう動画編集とか写真の編集でパンパンになっちゃって、 iPhone が使い物にならなかったんですよ。で、まあ iCloud とか使ってたんですけど、それでもなお結構パンパンだったんで、まあ今回はもう iPhone 自体の容量 1TB 買いました。なのでもう撮りたい放題ですね。やりたい放題ってことで、ちょっと普通の写真でも綺麗で、まあ、もちろんビデオも綺麗なんですけど、なんだこのシネマティックモードね、これやばいね。映画みたいに撮れるよ。普通の動画でもめっちゃ綺麗なんですけど、シネマティックだと背景がめっちゃぼやけてくれるんで映画みたいに撮れる。いや、もうほんと今までメモリパンパンで iPhone すらカクついてまともに使えなかったんで、めっちゃ嬉しいですね。まあ15 Pro の 1TB なんで、それなりに金額は高いんですけど、払う価値あり、買ってよかった。15 Pro だと周りの素材がチタニウムでできてるんで、すごい軽いんですよね。で、見た目もこういう感じでダークグレーみたいなカラーなんだけど、全体的にマットグレーで、このわかるかな、カメラの部分はガラスかな、ガラス仕様で浮き出てんだよね。これもまたかっこいいんだよな。やっぱあの多少の違いですけど、長時間持つとなおさらわかるのが全然軽いですね。前の12 Pro に比べると疲れ具合が結構違うかなと思いますね。まあでも個人差あると思うんですけど、僕はそう感じましたね。ってことでね、今回はね iPhone 15 Pro 1TB 買っちゃったよ自慢動画だったんですけど最後までご視聴ありがとうございます。まあもしこの動画がいいなって思ったら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。で、まあ、YouTube だけじゃなくて Instagram と TikTok もやってるんで、 iPhone で撮影する動画とかは基本そっちに投稿すると思うんで、まあよかったら概要欄からチェックしてみてください。さてと、俺はこれから東京ナイトライドでも撮りに行きますわ。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。かっけえな。